はい、こんにちは、勝間博物館です。さあ、本日ご紹介する展示物はこちら、ゼータ星ミザールシドということで、こちらでございます。セイントクロスマイス EX でございます。発売は去年2020年の11月21日ということで、定価は1万円の1万1000円ということになっております。そして今年はね、こちらのデルタ製メグレスアルベリッヒが、11月13日に出たので約1年前のものということになりますね。ちょうどね、すごいね。そして今プレ版で受注終わっちゃったかな、これのねシルバーの方ですね。同じあのウルフというかこのやつの見てないのでわからないんですけどね、この辺を。さあ、ということで開封しましたので見ていきましょう。3個に分かれてますね。すごい分厚いな。はい、では一つずつ見ていきましょう。さあ、ということで見ていきたいと思います。まずこちらですね、本体と肩パーツ、これは二の腕アーマーかな、二の腕アーマーですね。そして腕アーマー、膝アーマー、太ももアーマー、すねアーマーということで簡単に分かれております。そして続きまして、おお、マスクパーツかっけー。そして胸アーマーと背中、腹アーマーと腰アーマー、そしてオブジェの形態がこちらにありますね。で3つ目、顔パーツ、表情パーツが3種類と、手首パーツが10種類ですかね、はい、で手コアマが2個ずつと、でマントがついております。それではオブジェ形態に組んでいきたいと思います。はい、ということで全部パーツ取り出しました。まずマスクパーツなんですけども、これ後ろについてるヘッド部分を取り外しまして、さらにもともとついてるこの牙パーツを外して、こっちの長い方をつけます。はい、こんな感じで長い方のパーツをつけたら、次はこの口のパーツをはめる。こんな感じですね。でこれマスクをつけます。こんな感じですね。そしてはめます。はい、こんな感じですね。頭のパーツは完成いたしました。次がこちらですね。分解しましょう。こちらにまず腹アーマーをつけます。はい、腹アーマーをつけましたら、次は胸アーマーですね。いいですね。で背中にしっかりと差し込みます。 OK。 次こちらに腰アーマーつけます。テコアーマーを後ろ側につけれますので、こちらにつけましょう。テコアーマーこんな感じですね。でひっくり返して、穴がね、くぼみがあるので、そこにねしっかりと入ります。はい、完成ですね。つなげてもいいかもしれない。もう、おお、おお、いいね。続きまして足いきましょう。こちらですね、太ももアーマー、太ももアーマーをはめます。で膝アーマー、そしてすねアーマーですね。はい、完成。逆側も同じように、はい、できました。そして後ろの足のところにね取り付けると。結構低い形なんだね。はい、次はこちら腕ですね、前腕ですね。前を外して、前腕アーマー、しっかり奥まで入ります。そして二の腕アーマー、はい、これで前につけます。おお、立った。逆側も同じように、もう形になってきたね。そしてオブジェの飾り、こちらですね、肩の飾りに肩アーマーを下からはめます。かっけー。で腰アーマー取ってなかったんで取ります。で取って、このジョイントパーツ、これに
つけます。そうするとこういう盾みたいな感じになって、さらにここにね取り付けられるようになります。こんな感じになりますね。全然違う。はい、完成。オブジェ形態でございます。ゼータ製でございます。めっちゃ結構低空というか低い姿勢なんだね。なんかもうちょっと高い感じかなと思ったんだけど、すごい低い姿勢ですね。思ったより。ちょっと下から見てみましょうか。はい、ということでこんな感じです。向こうはね、調査しても同じぐらいの高さになりましたね。すげえ緑かっけえ、超いい色してる。結構なんか人型に近いですかね。人がこう四つん這いになってるみたいな。手足がすごい長いので、まあでもかっこいい顔してますね、ほんとね。空の青とも映えだね。めっちゃかっこいい。あー、この画角で見たら綺麗なのわかるか。すげーかっこいい。落としそうで怖い。上から撮ってます。めっちゃかっこいいじゃん。はい、ということで本体全部つけれたんですけども、最後にマスクパーツだけちょっと難しそうなので、やっていきたいと思います。顔はねもう完全に取り外しましょう。で、髪、後ろ髪パーツは取りまして、こちらのパーツも取ります。もう全部取るですね、髪はね基本的に。でも表情パーツとこのはめるやつだけにするって感じですね。で、このマスクパーツこちらにはめると、こんな感じですね。あ、下顎のパーツをつけないとダメか。オブジェの方にこのパーツがあるので、これをまず取り付けると、こういう感じですね。めっちゃいいじゃん。で、これではめると、おお、こんな感じなんですね。はい、完成できましたね。こんな感じです。めっちゃいいね。やっぱ EX だから全然違うわ。あっちのクロスマイスの方とはなんかまた全然違いますね。さあ、それではマントとかもねつけていきたいと思います。うおー、マントつけると一気に締まるね。この緑と青の素体に赤のマント、これがすごく似合う。やっぱこのない状態はすごいスッキリしてますからね。あるとほんといいね。めっちゃかっこいいわ。うん、さあ次の表情パーツとかいろいろ変えてみましょう。さあ続きまして、この後ろのねポージングでございますけども、いいね。この爪がね長い手首パーツがあるのと、顔のね叫び表情パーツがありますので、こういったポージングも取らせれると。でマントがあるので自立しやすいですね。すごい、めっちゃいい。はい、続きまして、右のあるやつですね。じゃーん、最後ポーズ決めます。さあ最後はこちらの側面のねやつです。めっちゃやっぱマスク持ってる格好っていいよね。はい、ということでこんな感じでございました。ゼータ製ミザールシドでございました。かっこいいね。それではまた明日。